ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回はよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がポルシェタイカンターボ S2022年式4400キロ、こちらの車両になります。ついに電気自動車を紹介する時がやってまいりました。はい。実はあのテスラは以前アリーナ店でご紹介させていただいたんですけれども、はい、ヨーロッパ車の EV は初ということで、おお、よかったです。記念すべき1回目になるんですけど、はい、今回ご紹介させていただくのはこちらということ で、はい、でタイカンなんですけども、うん、あのいろいろ多分紹介するべきところあると思うんですけど多分全部網羅って難しいと思うんで、うんうん、まあ、ある程度ポイントを押さえてご紹介させていただければなと思います、はい、であのポルシェといえばやっぱりオプションもありますし、あとは EV になってグレード体系どうなのっていうところもあるんで、うん、まあ、その辺だったりだとか、あとは今回いじり物ということで、はい、そのいじってるポイントなんかをご紹介させていただきます、はい、まずこれボディカラーがすごいことになってるんですけどでもなんか体感に合いますよね、このマットのカラーっていうのは。確かに浮いてない、はい、ちょっと一体感ある感じですけども、これがマットのホワイトで、はい、これラッピング。そうです、元色はあのベーシックなスタンダードのホワイトで、マットホワイトに、フルラッピングしてあるという形になります。よくあの元色を生かしたパンツ屋のフィルムのステルスプロテクションじゃなくって、はい、もうラッピングフィルムでやってる感じですよね。はい、そうですね、マットホワイトのラッピングですね。ただもちろんそのダメージを軽減したりする効果もあると思いますので、はい、まあ、こんな感じになってくる。で、結構綺麗に貼れてますね。そうですね、はい、なんか貼った感はあんまりないかな、うん、で先ほど事前チェックしたらドア内は貼ってないということで、はい、外観の見えるところほぼ全部ということ。そうです。ただ元カラーもホワイトなんで、はい、まあ全然わかんないというか、うん、ほぼわかんないぐらい綺麗に貼られてるなと、はい、で順番にご紹介させていただきますけども、ローダウンだったりだとかスペーサーなんかもやったら答えている、はい、でこちらが全部ボンド東京の方で触らせていただいた答えということで、はい、まあ、自信を持ってお勧めできるかなと、はい、でまずあとは外観なんですけれども、今回ご紹介させていただくのはターボ S っていうことで、はい、あのスポーツデザインのオプションは今回の車両入ってないんですよ、はい、なんですけど標準でもうカーボンのこのパッケージというか、うん、エクステリアが付いているということで、はい、かなり豪華な感じがやっぱりしますね。うん、トップレンジですもんね。そうです。なんでもあのいろいろついてますし、標準でも結構もう豪華な仕様にはなっていると思います。で形状もスタンダードなのとちょっとだけ違うんですよね。はい。なんかこの辺の形が少し違うっていう、うん、スポーツデザインになるともっと全然ガラッと変わるんですけど、はい、まあ、形状も少し変わってる、うん、あとコンフィグ見ててびっくりしたんですけど、なんとこのカーボンをグロスブラックにするっていうオプションもあるんです。 ありますね、はい、それ見かけたこともないですけどちょっと見てみたいなっていう気もします、うん、そうですね、はい、こんな感じのエクステリアだと。で、はい、ライトの方は、こちら黒いタイプですよね。はい、そうです。マトリックス LED の PDLS プラス付きのこちらのヘッドライトになっている。やっぱりトップレンジですからこの辺欲しいかなと、うん、あとこのなんといってもスタイリングじゃないですか。 EV ってやっぱりこうグリルとかなくなってるんで、うん、結構個性的なエクステリアになってますけど、はい、体感かっこいいっすよね。かっこいいです。ただなんかまあすごい流線的なデザインというか、やっぱこうかなりワイドでローでもあるので、すごい、でもこの表現正しいか分かんないですけど、一番最初初見で見たときはこうリニアモーターカーとか新幹線っぽいなっていう、新幹線っぽい感じがしますね。そうそうそう、もうありました、ね、こんな感じのエクステリアになっております、はい、そして横に回っていくと今回ターボ S ということでホイールの方もミッション E ホイール、はい、もうまさに電気自動車にぴったりな感じのデザインとネーミングですけども、はい、こちらのグロスブラックとここもマットホワイトなんですかね。はい、そうですね、はい、のバイカラーのホイールになっていると、はい、ターボ S なんで0円でついてますけど、はい、これ標準の個体だとオプションでめちゃくちゃ高いホイールなんですよ。そうです、はい、70万円ぐらいする、うん、その辺がまあ標準でついてる、はい、そして奥に見えるブレーキの方もなんと標準でカーボンセラミック、はい、うん、でしかもこれでかいんですよね。でかいです。なんと420倍、はい、テンポットということで、はい、ワーゲンアウディグループ最大級の例のあけぼのブレーキのキャリパーですよね、うん、なんでウルスとかと多分同じような感じですよね。こちらも全部標準でついてくる、はい、だと車高も結構下がってますね。はい、フロアリングで下げてますね、はい、基準値ずらす部品でローダウンしてある、はい、で当然エアサスですから、車内の上げ下げなんかもそのまま使えると。はい、でなんか聞いたらこれエアサスの方もあのワーゲングループで定番の3チャンバーの、そうです、そうです、はい、なんか容量すごく大きく取れる、はい、サスペンションということで、うん、でもこれ車重が結構あるんですよね。車重多分びっくりしますよね。2トン300ぐらい、はい、だから本当になんかメントレーというかあの辺の大型セダンと車重的には変わらないんで、うん、まあ、足回りがその辺のものが使われて、うん、まあ、全く一緒ではないと思うんですけども、はい、その辺が支えられてちゃんとスポーティーな走りもできるようになっていると。そうです。コンフォートな、まあ、要は街乗りとかは乗り心地を結構快適なコンフォートな乗り味で、高速時とかでも姿勢変化少なくできるっていう、まあ、メリットありますよね。
こんな感じになってる、はい、そしてあとはここの充電ポート、はい、左右でついてるんですよね。左右です、はい、通常の充電ポートとあとは急速の充電ポート、はい、こっち側が急速 で、はい、で運転席側が通常のポートということで、はい、でこれもなんか GTS 以上は電動化してるんですよ。さっき土屋さんに言われて初めて知りました、はい、ここサワサワってすると開くという。これかっこいいですね、開き方がちょっと未来感感じます感じますね。もう一回触るとこう閉まるっていう。すごいですね。でこれベースグレードとか 4S だとこうパカパカのこのこう開くタイプなんですよ、ね、はい、この辺の違いなんかもあると。そしてあとはミラーなんかも、はい、ここがなんか GTS 以上で同色になるんですよね、はい、であとオプションでこの辺なんかも同色にできたりとか、はい、っていう感じだと思うんですけども、マットいいっすね、なんかミラーとかも。そうですね、はい、全体的にかなりいい感じです、うん、そしてサイドスカートもターボ S、 こちら、はい、こちら少し形状が変わって、はい、少しだけこうスタイリッシュな感じ。そうです。でこれ真ん中がカーボンですね。そうです、カーボンがついてますね。こんな感じになっております。だからかっこいいっすよね。いや、かっこいいです、かっこいいです、はい。そしてドアノブは定番のこの畳まれるやつ、はい、これあの出っ放しで走り出してもスピード出るとこう勝手に閉じたりとか、はい、あとはロックで閉じたりとか、うん、こちらのタイプになっております。そしてあとはリアの方がこんな感じ でリアのブレーキも大きいんですよ。大きいっすポルシェまあ毎回ですけれども、うん、なんとリアも410倍ということで、はい、キャリパーは一回り小さくなって4ポットですけど、はい、非常に、まあ、これだけの車重があるんで、うん、まあ、このぐらい必要かなって感じがしますけど。そうですよね。であとはグレード体験のところでいくと、うん、ベースグレードがなんか2駆になるんですよね。はい、そうです。でベース以外は全部4駆になる、はい、で EV だと特にそのグレード体験が分かりづらいんですけど、うん、もうガソリンエンジンと一緒でなんかそのモーターの出力がグレードによって違う、はい、そうです。でターボ、ターボ S はもうマックスパワーが出る一番大きいモーターが積んである、はい、でなおかつベース以外は全部4駆になると、うん、でターボ S だとさらにそこから 4WS なんかもついてくるということで、はい、まあ、その機能、走る部分なんかが全部こう、うん、一番いいものがついてくるという感じになってきます、はい、そして後ろに回っていくと後ろもこの下側がカーボンになってたりとか、うん、あとこれがオプションなんですか。そうです、そうです、はい、テールライト の中の部分、ポルシェのロゴが入ってるんですけど、そこがオプションですね。相変わらずですね、あのコンフィグのオプションの多さにもちょっとめまいがするぐらいそうですね、はい、たくさんあるんで、はい、ちょっと全部把握してないんですけども、ここの方がオプションで、はい、黒くなるのがオプションってこと。そうです、そうです、黒くなってますね。こんな感じのテールになっております。そしてあとは体感ターボ S のこれも黒いモデルレターになってると、はい、続いて内装を見てみたいと思います。内装が今回クレヨンの内装ということ で、はい、そうです。これあのコンフィグでも分かりづらかったんですけど、クレヨンとチョーク、うん、同色系であるんですよね。あ、そうです、はい、で大きな違いとしてはそのドアの下側が同色になってるか黒かっていうことなんですけども、はい、クレヨンなんでこの下、はい、黒くなってるタイプということ で内装なんか外装とイメージがちょっとマッチしてていい感じです、うん、そうですね、はい。そしてターボ S ということでシートの方が標準でスポーツシートになってて、はい、なんと18ウェイ、はい、シートヒーター標準のいいシートが最初からついてくるということで、はい、こちらになっております。そしてあとはステアリングなんかもレーステックスのステアリングになってて、はい、これステッチというかこう縫い目でセンターマーキングがついているタイプの非常にいいステアリングになってます、はい、でなんかそのスポークのところにこうビスというか、あ、そうですね、はい、ちょっと装飾があって、でターボ S になると、スポークロも標準になるということで、はい、モード切り替えなんかも全部ついてくると。あとは全体的にダッシュボードなんか空冷の時をかなり意識したっていう。ああ、そうです、水平気象の、そうですね、テーマです。なんかちょっと救急になんかにもつながる、うん、ちょっとクラシックさも感じるんですけど、なんか全部メーターとかも液晶になってるという、うん、うまく融合している感じの。そうですね、こんな感じのインテリアになっております。続いて乗ってみたいと思います、はい、このスカーフプレートはこれカーボンですよね。カーボンです、マットのカーボンで、はい、体感ターボ S はこれイルミネーション光るようになっております。そして乗り込むとあのパナメーラより一回り小さいということで、はい、まあ、ちょっとその車内もそんな感じしますけども非常に乗りやすいかな。そして調整に関してはもう 18W なんで事細かにできます。で今回はあのベンチレーションはついてるんですよね、はいはい、ということで快適性がアップしております。でステアリングはこんな感じで、まあ、距離薄なんでレース X もあんまり使用感がない、はい、非常にコンディションがいい感じになっております。そしてあとここのボタンはないんですねやっぱり EV なんで、はいはい、というわけでこのタイプのステアリングになっております。そしてメーターはこの液晶のタイプ、はい、でしかも湾曲してるんですよね。湾曲、これ横から見るとすごいですね。正面からだと分かりづらいですけど横からだとすごく湾曲してるのがお分かりいただけるんじゃないかな、はい、そしてこれオンにするとなんと期待を裏切らない5連ってちょっと言うにはあれですかね、
うん、まあ風です、はい、3連プラス、まあ、インフォメーションインフォメーションって感じですけど、はい、まあ、他のポルシェにつながるこのデザイン、はい、でなおかつこの辺がスイッチになってるんですよね。そうなんです、はい、正直この辺は新しいものとしていいんですけど家電感を感じます、うん、だから車の操作をしてる感じじゃあんまりない感じ。まあ、僕個人的な意見だとポルシェって例えば今までのモデルってそのあたりのこうサスペンションの PASM だったりとかあのそういうスイッチってこうセンターの、はい、こっちにありましたよね。そうです、そうです。で、ある程度そこが多分どのモデルも共通されてたのが映ったのでちょっと最初戸惑いました、はい、確かに。あとはついにボタンになっちゃったんですよ。あ、そうです。ひねる動作がなくなっちゃったということで、はい、ここはちょっと残念かなっていう。ただ場所は変わらないんですよ。場所変わらないです、はい、こっちにしなくてよかったなっていう思いました、はい、ただシフトはここなんですよね。そうです、それも探しました最初。これも992っぽいちょっとこうひげ剃りタイプのちっちゃいシフト、はい、で隣がパーキングになっております、はい、であとライトなんかもこっちでスイッチで、うん、もうタッチですよね。だからタッチですよね。だからこれ壊れたらちょっと高そうだなっていう。うん、丸ごと交換、まあ、あんまり最初からそういうこと言うんじゃねえよっていう、うん、まだもちろん聞いたことないんで、はい、そういうのは、まあ、もちろん保証も残ってますしね、はいはい、まあ、この辺はまあ電動化の宿命なのかな、はいはい、そしてこちらナビ、こっちの方は割と、他のモデルに近いところもありつつかなっていう、うん、全体的なこのフォーメーションというか、はい、この並び、はい、これパナメーラとかと一緒のなんかインターフェースというか、うん、そうですね、そこ辺は結構見慣れている感じるかなっていう気がします。そしてナビの方もこんな感じで、はい、もうだからもう画質も操作もタブレットだよね、もう、うん、そうですね、はい、こんな感じになっております。そしてパッセンジャーディスプレイも今回オプションのものがついているということで、はい、こんな感じ で、ね、はい、そしてエアコン、デュアルゾーンが標準ということなんですけれども、はい、今回残念ながら4ゾーンはついてないということ で、はい、でこのタイプのエアコンで、はい、一応触るとこのクリック感があるやつですね、うん、はい、こんな感じになっております。これちょっとやっぱり指紋が気になるかなっていうのはありますね。なんでマイクロファイバー必須かなと。で操作はそんなにしづらくはないんですけど、って感じです、はい、必ずやっぱ画面見てやらなきゃいけない、ね、そうですね、はい、だからそこ、あ、そうだね、うん、だから感触で操作できない、はい、なんでこんな感じになっております。であとはこっちでフード開けたりとか、はい、この辺なんかも、うん、充電ポートもここで開けられるんだよね、はい、こんな感じになっております、はい、あ、トランクはちゃんと閉めるもできるということで、うん、はい、もういよいよ液晶のこの閉める範囲がとてつもないことになってきております。車内に4つあるところですねこれ今。確かにで全部連動してるわけですからね。そうです。そしてここドリンクホールドだとこっちもドリンクホールドだと、はい、あとここに、はい、ちょっと深めですね、はい、シガーソケットと USB がこんな感じでついております、はい、そしてあとペダルもターボ S だとこのステンのカバーが標準装備ということで、はい、ベースついてこないですもんね、はい、こちらのタイプになっております。でブレーキがちょっと助手席にオフセットしてるかなって感じしますけど、全然その乗りづらさはないかなっていう気がします。極端に狭かったりレイアウトがなんか特徴的っていうのはないです、はい、あ、そして今ちょっとこれ下が気づきましたけど、こっちも少しこうスペースがあって、はい、物がちょっと置けたりする感じになってる、うん、あ、ここもカーボンじゃん。そうなんですよ、めっちゃいいじゃん、はい、そしてここも全部レザーでございます、はい、そして天井はこれレステックスですよね。はい、レステックスですね、はい、これもレーステックスで、バイザーもなんとレーステックスということで、はいはい、こんな感じになっております。そしてこれは標準ではないです。これは後付けです。後付けの、はいはい、デジタルインナーミラーになっていると、はい、であとドラレコも、はい、これ連動してるんですかね、はいはい、こちらのタイプになっております。であとはこの開かないタイプの、はいはい、雨殺しのやつですね。パノラマ、これ内側のこれもないんですよね、シェードも、はい、ないです、はい、このまんまのこんな感じで、でかっ鉱石までしっかりテスラ乗った時もびっくりしたんですけど、はい、そのぐらいの衝撃があるこのでかい夫婦、はい、こんな感じになっております。続いてトランク見てみたいと思います、はい、トランクもちろんリモコンだったりだとか、はい、室内からも開けますけど、ここがボタンになってるんですよね、はい、クリックを押すとパワーで開くと、はい、でトランクが今この充電のやつが入っちゃってますけど、うん、結構容量があって366リッター、はい、ということで割と奥行きもありますし、なんとシートが424で倒せるということで、はい、使い方結構いいんじゃないのかなっていう気はします、うん、はい、十分だと思います。で高さもまあ割と標準的な40センチぐらいありますかね、はい、はい、そして先ほどちょっとどかしたこれが充電器、はい、そうです、はい、200ボルトのタイプの充電器ということで、はい、まあ、家庭も固定していただければ、はい、つないで、ただあのワット数があんまりないんで、そうなんです、本当一晩かけて充電するような感じになるのかな、うん、はい、この辺はちょっと試乗の時に詳しく、はい、あの僕の調べた限りですけどご紹介させていただきたいと思います、はい。
続いてボンネット見てみたいと思います、はい、ボンネットも同じようにトランク、通称フランクになっているということで、はい、ボンネットが少し小さくなって88リッターということで、はい、結構ちっちゃいですちっちゃいですね。911より全然ちっちゃいので、ボストンバッグ1個かなと、はい、だとフロアが、このトランクのフロアが少し高い気がします、やっぱり。あ、そうですね、はい、いろいろ詰まってるのかなと、うん、911とかだと本当に地面かっていうぐらい結構低いじゃないですか、はい、結構高いのかなっていう気はします、うん、こんな感じのトランクになっております。はい、続いて透過類見てみたいと思います。お願いします。行きましょう。はい、じゃあオプションのところと、あとちょっと充電について少し触れてからでいいですか。はい、オプションバーって読んじゃいますね。ポルシェダイナミックシャーシコントロール PDCC LD マトリックスヘッドライトブラック PDLS 含むブラックポルシェロゴ付きライトストリップ、はい、固定式パノラミックガラスルーフ、プライバシーガラス、はい、アクティブレーンキープ、イオナイザー、はい、シートベンチレーション、スモーカーズパッケージ、レーステックス仕上げステアリングホイール、あとパッセンジャーディスプレイ、モバイルチャージコネクト、はい、エクステンデッドケーブル、はい、でカスタムの部分はラッピングとロワリング、はい、スペーサー、あとカープレイもつけてあるということで、はい、こんな感じになっております。であとは充電のところなんですけど、自宅で充電するか屋外で充電するかの2パターンになると思うんですけど、自宅で充電する場合は、まあ、200ボルトが必要になってくる、はい、で、まあ、基本的についてくるやつだと8ワットなんで、はい、充電に結構時間かかると、10時間ぐらいかかると、うん、かかる、まあ、本当だから一晩って感じですよね。で1時間単位で考えると、だいたい1時間で32キロ分ぐらい充電、うん、はい、逆に100キロ分充電するのにじゃあいくらかかるかっていうと、いろいろ条件もあると思うんですけど、約600円ぐらい、うん、で屋外だと、まあ、1時間で、まあ、300キロ分ぐらい充電できて、はい、屋外だと、普通の充電器で充電するか、あとポルシェのターボチャージャーっていう、はい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 、ポルシェ専用の充電器で充電するかってことなんですけど、なんか今年の中頃までなんか運用が、なんかこう出力を抑えてあって90キロワットぐらいになってるってことで、そうです、はい、でまあ、それが解放されれば一応1時間で300キロ分ぐらい充電できるそうです、はい、で料金に関しては未定で、一般的なあの EV のクイックチャージだと大体1時間で100キロ分ぐらい充電できる、はい、で100キロ分で大体450円ぐらいで、まあ、あとはその月額でなんかいろいろやったりとか、はい、まあ、その辺はいろいろ契約するプランによっても違うと思いますんで、なんかカードいるんですもんね、はい、充電のやつを作っていただく、はい、あのポルシェもそれやってて、なんかプレミアムチャージングアライアンスとかっていうので、うんうん、まあ、自宅で充電するしないとか、まあ、それもなんか月額数千円でできるみたいなんで、はい、まあ、お得に乗るかっていうとちょっとまだあれかなっていう感じはします、うん、はい、だこの乗り味を、はい、どうかと、どうかっていうところです。初体験ですね、はい、じゃあ行きましょう。はい、え、いやこれはさ、ちょっとさ、せめてなんか言ってほしい、いいか悪いかぐらいは。僕がエンジン指導を口で言えばいいですか。そうだね、じゃなんか言ってほしい。かかってるかどうかも分かんないんだもん。電源が入りましたってこうアナウンスもないんですもんね。そうね、ない。なんかレディーみたいなの出るけどね。そうですね、うん、でもう無音です。無音です、はい。あとは車がね、めっちゃしっかりしてる、やっぱり。あー、それはありますよね。うん、この重量のせいなのか何なのか分かんないけど、すっごい硬い感じがします。はい、うん、なんかボディがそういう感じですよね。足はなんかやっぱ3チャンバーのサスのおかげか結構。そうそうそう、あ、でもこれ今シャーシスポーツプラスになって、うん、ちょっと重り戻しますね、はい、で、このヒュイーンって音も作って入れてんだよね。うん、モード切り替えするとその音も大きくなるっていう、はい、だから今ターボじゃない、スポーツプラスですけど、おお、はい、だこの辺の音の演出もあるという。
なんか奇妙ですね、静かで。そうだかね。いや東京ってあの964カレラ2やったじゃないですか、爆音の30年ぐらい前のそこからのこのギャップがね、ギャップがすごすぎて。あ、これシートベルト引いてくれるやつですね。今そうですね、引いてくれましたね、はい、で乗った感じはもう全然普通というか、うん、違和感なく乗れる、はい、で回生ブレーキもなんかポルシェの場合だと、踏んだ時だけ、はいはいはい、だから結構最近多いあのテスラとか、まあ、日産系も確かそうじゃなかったかな、あの常時回生ブレーキでワンペダルでいけるやつ、 ね、はい、あれとは違うんで、うん、まあ、基本的にはこうブレーキ踏まないと減速しない、うん、アウディとかのあれですよね、コースティングですよね、要は惰性で行く、それのもっと激しいやつ、うん、そうですよね。でテスラ回生のボタンありますよ。あ、そうなんだ、うん、それは常時で、それでもワンペダルはできないでしょ。あ、ワンペダルではないです。回生量を増やすって。回生量どれ、これ、それ、おー、うん、だからテスラとかだともっとこうワンペダルで、はい、もう止まれるぐらいワンペダルになりますよね、うん、基本的には本当に最後止まるとき以外ブレーキ踏まないっていう操作ができるけど、うん、ポルシェの場合だと基本的には普通の車の感覚にだから結構近い。そうですね、めちゃくちゃ静かな普通の車っていう、うん、ただ逆に静かすぎてロードノイズがそうですね、結構聞こえる、はい、今回の車は決してタイヤが古いとかないので。そうだね、2年モデルなので、はい、これがまあ素の感じだと思いますね。あとこの周りの音も結構静か。そうですね、うん、遮音性はやっぱいいですよね。で21インチだけど全体的にこうタイヤの硬さは少し感じるけど、やっぱり扁平がない分、はい、全体的にはやっぱり車がすごい重いから、うん、車の動きはゆっくりだよね。そうですね、うん、でもやっぱ上級サルーンっていう感じの。あ、そんな感じ、そんな感じしますよね。でステアリングに関しても、あ、ステアリングね、結構不思議な感覚あるな。あ、途中から急にグイって効く。一応 4WS もあるんで、まあ、今ぐらいの打角だったらあれかもしれないですけど。あ、そうね、うん、なんか車に乗ってるって感覚がないです。そうね、本当に家電家電家電。いやけど、あのね、テスラとかよりかもなんか本当に車の今までの車に感覚がすごい近い気がする、うん、まあ、その辺ポルシェが作ってるって感じなんですかね、うん、なんか全然別のものというよりかは、うん、ちゃんとこう違和感なく乗り換えられそうな EV なのに。あと満タンでなんか400キロぐらいってことなんですけど、はい、それはだいぶ乗り方にあの左右されるらしいです、うん、そうですね。なんかあれですよね、コンフィギで試算みたいなのありましたよね。エアコン設定オンにすると何キロぐらいでみたいな試算が出るんですけど、やっぱ普通にエアコン入れてとか、あと街乗り例えば半分、高速半分とかにするとやっぱ300キロ前半とか300キロ半ばぐらいで一応試算上出ましたね。あの一部ローカルな情報なんですけど、ニュール全開で走るとあの一周で半分以下になっちゃうっていう、まあ、それは公式じゃなくてローカルな情報ですけど、はいはい、あるぐらいなんで、だいぶ乗り方で、うん、燃費じゃなくて電費っていうんですよね。あ、そうですね、燃費だいぶ違うらしいです。さっきでも土屋さんにも話しましたけど、はい、僕ニュール走ってる動画見たんですよ。ターボ S オンボード、めちゃくちゃすごいですよ。2トン300以上ある車体の動きじゃないです。やっぱりもう本当にスポーツカーらしくニュールを駆け抜けていったんで、それはもうびっくりしましたね。逆にその重量がいい方に効いてるのかなっていう。うん、そうですね。で35 GTR とかもむやみにこう軽くしないっていう設計なんでね、はいはい、グリップをこう結局基本のグリップのとこって車重でしかこう効かせられないからっていう、うん、で軽くするともちろん運動性上がるけどグリップ抜けていっちゃうから、あえてこう軽くしすぎないっていう、うん、でまあ結果めちゃくちゃ重くなってますけどまあでもバッテリーがしょうがないですよね。そうね、やっぱ電気自動車の課題って今結構そういうとこあるじゃないですか。搭載値含めやっぱ容量を確保するので大きくなる、その分重量増えるっていうのが、だからそれをやっぱりうまく作ってきてはいますよね。あとだからやっぱり乗り手を選ぶのかなっていう気がする、うん、もういついかなる時でもこうマルチに使えるかっていうと、やっぱり充電もすぐできないし、うん、充電環境も増えてきたとはいえまだ限られてるんで。そうですね、でもだいぶ増えましたけどね、うん、だからこういう車 EV 持つ人ってもう本当にまあ遠方行くってなるとちょっとあれですけど、やっぱ充電スポットいつも行くところとかこうやっぱ覚えてたりとか、まあ、一応すぐ検索はできるみたいですけど、遠方行くときは計画的にねっていうことで、うん、そうですよね、はい、
怖い怖い怖い。いいですか。怖い怖い怖い。じゃあターボに、ターボじゃない、スポーツプラスにしてます、はい。はい。じゃあ EV、おーすげえ。ちょっとこれ過去一です。これやばいよね。すごい、いやすごいっす。やっぱラグがない。ないんだよもう。エンジンの。そうなんだよ、うん、で、あのミッションのつながりとかもないじゃないですか。オンかオフ。やばいんだよもう。いや僕初なんですよ電気自動車。あ、そうなんだ。はい、あのこんなちゃんとまともに、まあ、特に体感も僕初なんですよ実は。びっくりですね。やばいよね。なんで僕はリアクションが薄いかっていうと、あの出て早々乗らせてもらったっていう。なるほどなるほど、はい、いやでも多分これローンチ使わないと確か625馬力じゃないですか。ガソリン車の625と電気この EV の625、ああ違う、全然トルクの出方が違うからね。別物ですよね。マックスパワーでだって1000ニュートン超えだよ。1000ニュートンで何ですか本当に。いやもうブラバスの G800 です。いやすごいですね。けど路面を動ける感じはもっと全然。いやびっくりしました。だって普通に乗り出したらすごい安定してこう安全そうなこう走りというか動きをするじゃないですか。踏み込んだ時暴れましたもんね。ちょっと車狂った運転できるよね本当に。いやすごいですね。これやばいよね。なんか一瞬にしてスポーツ感を感じました、ものすごい。おおすごい。はい。いや、いや、土屋さん。え？俺飯食った。昼ご飯食べた後。出てきちゃう。出てきちゃう。昼ご飯食べた後の撮影なんですよ。いやでもこれリアのモーターが2足になってるっていうのは、今ちょっと感じ、余裕なかったです。いやー。これは早い。早いです。これ動画で伝わんないよな。でも伝わるかな。持ってから伸びるやつ。シートにめり込んでいくんです、うん、体が。で、あとその前回の964は音を含めて早かったです。音が。そうね。雰囲気早かったじゃないですか。でも遅かったじゃないですか。うん、これは逆です。逆逆逆。全然早い感じしない。めちゃくちゃ早い。いや電気ってすごいですね。あのエンジンルームの紹介がなかったんで、うん、当然あのエンジンの紹介ないですけど、はい、なんと0-100が2秒台ということで、はい、すごいですよ。止まった状態から時速100キロが2秒台ですよね。 2.8 秒台ですよ。だから過去だから紹介した車で一番速い。いや絶対そうですよね。絶対。すいませんお恥ずかしながら本当初乗りで乗り方がわからない。あこういうことね。電気自動車すげえ、はい、めっちゃ静か。でモーターの方が一応ベースが 240kW ってことなんですけど、はい、GTS になると 380kW でターボだと 460kW ってことで、はい、もうマックス、まあ、倍ベースの倍まではいかないですけど、はい、倍近く出力が出てるモーター、うん、まあ、2機掛けになるんでまあまあっていう感じですね。ブレーキのタッチも変なんかそう、ちょっとねちょっと違いますね、うん、アシストっていうかその多分モーターの若干回数入ってですかね。ただ全然あのテスラとかよりかもあの国産の EV は僕恥ずかしながら乗ったことないんですけど、うん、あの全然普通に乗っているかなって。これでも今のあのいつもの鋭角のところすっごい困り曲がりましたね。 4WS すごいですね。 4WS パワー全然余してましたもん前。これついてないんかっていうのがターボ S の場合ないということで。そうですね。だいたいついてる。PASM もついてるし、PTV もついてるし、パワーステプラスも標準。はい。はい、全部ついてると。今ベンチレーション入れたんですけど、やっぱすごいですね。音が目立っちゃう。そうそうそう。車内が飲んで。全然今まで気にしなんなかった音気になるよ、ね。そうですね。ベンチレーションのこのふわーって音が。だこれなんかイオンとか、まあ。例えばホイールタイヤに石噛んだとかって言ったらガソリン車より全然もっと気になる、はい、あーですね、うん、すぐ分かりますよね、うん、あベンチレーション効き早い。めっちゃ効く。いやここはでもちょっとアナログがいいかな。いやそうです。 見ないと操作はできないですね、うん、あ確かにベンチレーションの音がうるさく感じるぐらい、うん、でこの辺もフルフルで全部ついてると。おお、すごいですね、うん、ここがすごい賑やかっすね。賑やかスポーツ車。あ、
EV サウンド、フューチャーサウンド。なるほど、ヒュイーンちゃんとこういうの出るんですね、はい、表示が。あ、これ惰性のやつも自動もあるんだ。なるほどなるほど、うん、でもオンにしてても自動にしてても、まあ、ちょっとワンペダルはできないと、うん、あ、ちょうどバッテリーのやつが今出た。あ、ちょうどだからこんな感じでバッテリーが引いてあって、あー、モーターが引き分け、はいはい、え、これじゃあベースになるとこのフロントのこれなくなってるってことちゃんと、この表示もどうなんだろう。どうなんですかね、まあ、肉だとそういうことですよね。だから、あ、結構でもいいスポーツサウンドするね、うん、おーすげー、急になんか、うん、あの昔 SF 映画で聞いたような音が、はい、で全部サポート系なんかもレーンキープ、アクティブレーンキープ。あとさっきのと思ったけど、前回にしてもすごい介入が、はい、うーん、結構でもあれ制御切ったらやばそうですよね。やばいね、多分あの車の感じはどこまで切れるか分かんないけど、うん、もうとにかくもうすぐ制御入って車まっすぐ行く感じ、うん、だ全然とっちらかっちゃう感じしない。新しいモードが加わってますね、レンジって。はい、レンジが一番バッテリーを稼げるモードということ。エコモードってですね、エコモードですね、うん、こんな感じになってます。あとは意外にこのメーターのフードがないやつ、あの視認性どうなんかなと思ったら意外にいい。そうですね、意外と視認性はいいですね。もっと反射とかこう光入っちゃって見えにくいかなと思ったら、うん、意外に普通に。音すごい、すごくない？へえ。あ、でもやっぱ巻き上げの音すごい聞こえるんですね。そうね、砂利、それすごい気になる、聞こえるね、気になる。結構カチカチ巻き上げてますね。ステアリングすごいですね、この。なんだろうね、なんかちょっと特徴的なステアリングフィールじゃん。そうですね、なんかやっぱすごい曲げてる感が如実に表れてますよね、うん、アナログな感じがだいぶ薄いというか、うん、本当にデジタルでなんか乗りにくいことはないんですけど、ちょっとやっぱ慣れは、うん、慣れというか、じゃ違うものだなっていう感じ、うん、違う感じはしますね。すごいよね、音面白いですね。でもヒュイーンっていう、あ、知ってる、これメーカーによって若干音が違うんだよ。へえ。YouTube でね、このフューチャーサウンドコンピレーションっていうのがあって、はいはい、メーカーごとにこの音がいろいろ。これじゃあ変な話、カスタムでこう音を変えたりできるんですかね。将来的にはできるんじゃないの。そういうことですよね、まあ、もうマフラー変えるっていうのカスタムなくなってきますからね、うん、うーん。これでもやっぱスピーカーから出てるんですよね、タブ音は。そうじゃないかな、多分。あ、ちなみにスピーカーもタブ S だと BOSE が標準装備ということで、はい、面白い音ね。ちょっとじゃあスポーツプラス。でもやっぱりね、やっぱり若干なんか音はしてくれてないと、うん、早く走ってる感がないというか。そうですね、うん、ちょっと踏みます。はい、おお、速い。危ない。なるほどなるほど。いかがですか、トルクが一気に出るんですね、本当に。これしかもハンドル握ってアクセルペダル踏む身になると初めて分かるっす。あの、今日ペダル踏んだ量に対してとかの反応がすごいですよね、うん、もうリニアすぎて。でめちゃめちゃ制御されてるよね。はいはいはい、なるほど。だこれ多分マックスパワー多分出てないんだと。ああ、でも初めてなんかこうペダルを踏み込んでる足に違和感を覚えました。なんかスイッチを押してるような感覚になる。そうね、やっぱり本当に、ね、アクセルよりかもね、はい。でモーターの方が通常625馬力、うんうん、それがまあローンチだったりだとか、うん、条件揃った時はマックス761馬力まで700なってると。でまあその他制御が入るんで、多分さっきみたいなところだともうだいぶもう書きすぎちゃってるところは全然あの出力落としてっていう感じになってると思います、はいはいはい。これでもリアタイヤサイズ305じゃないですか。タイヤサイズが太い意味も分かります。必要だよね。必要です、それは。これはねすごいよ。すごいな。本当に新しい乗り物ですね。なんですが、うん、知ってますか池田君、ポルシェが一番最初にスタートした時はなんと EV でスタートしてるんですよ。言ってましたね、はい。ポルシェミュージアムに行って一番最初の展示が
もう馬車みたいな形をした EV なんです。言ってましたね、はい、僕ちょっといつか見に行きたい。それはもう見たことないポルシェのエンブレム、なんか足がこう人間の足みたいなのが3本生えてるこうなるほど、はい、マークがついた馬車みたいな EV っていう、すごくない？だから100年経って EV に帰ってきてこれを出てくるんだ。いやだからそれを思うとここから先のポルシェって相当期待できますよね。ああそうね、うん、原点がやっぱそこじゃないですか、うん、でこれだけやっぱ開発に力を入れて出してきたこの体感がこれだけすごいポテンシャルを持ってるって考えるとすごい楽しみですよね。間違いなくすごいものは出てくるんだろうなっていう、うん、で次のケイマンボクスターが全部 EV で、はいはいはい、あれマカンも EV なんだっけ。まあなりそうですよね。もうでついこの間あの車系のニュースになってましたけど992かのターボもなんか、はいはいはい、プラグインのプラグインハイブリッドになるんじゃないかっていう。あすごい。 GTS もハイブリッドが出るって言ってますもんね。うん。911シリーズは来年期間で頑張るんじゃないかなっていう話があったけど、はい、結局一部モデルはやっぱりこうハイブリッドだったり。なるほど。いやこれすごいな。これすごいよね。ちょっとなんか車に対しての考え方がまた一つ変わりますね、うん、本当に全く別の乗り物だよね。いや本当にそうですね。やっぱ僕もやっぱこうガソリン車とか音が出る車とか好きな方なんで、やっぱこう EV ってちょっとまだ自分の中でこう一線置いてた部分があったりしたんですけど、全然考え方変わりますね本当に。だからもう何年期間とか言ってるけど、いっそのことちょっとテスラ買おうかなっていうのも若干あったはいはいはい過去、うん、結局そこには至らなかったけど、はい、じゃあ次体感どうですか。いやいや体感ねいいんだけど高いんだよねまあ高い理由も分かります、うん、これ乗ると、うん、こんだけしっかり作られてアシストも充実してて機能も充実してて、これはまあまあしますよね。するね、うん、いやでもコンフォートに乗ったらめっちゃ快適ですね。いやめちゃめちゃ快適よ。すごいよね。だこのなんてスポーツタイプじゃない EV とかさ、うん、FCV だっけ、はいはいはい、とかもあの未来とかも機会があって乗せてもらいましたけど、うん、めちゃくちゃあのね高級車との相性はねめちゃくちゃいいと思う。あーだロールスも次 EV になるって言われてる。はいはいはい。そこはもう必然だろうなっていう、うん、で本当に出力を抑えてその EV の、 その静かないいところだけ残せば、はい、もうめちゃめちゃ低重心だし、うん、静かだし。でもやっぱバッテリー重いものってエンジンに変わってバッテリーじゃないですか。それがやっぱ車のこう大体車体の真ん中でしかも低いところにあるってすごい車にはいいですよね。メリットは、うん、まあ、若干重すぎる感は否めないですけど。そうですね。そこはまあ今後の課題としても多分あると思うんですけど、ただバランスで言うとやっぱいいですよね。重心も安定しますし、今までやっぱエンジンが後ろだって前だって、うん、前だって後ろだってってあると思うんですけど、いやすごいな。だからやっぱ体感も乗って思いますもん。車のやっぱ前とかじゃなくて中心からこう車が向きが変わってる。ああ、うんうん。いや、WS もついてるし、ね、そうですね。やっぱ車重量物も中心だし、そう、制御ももちろんあっての話ですけど、軸がやっぱり真ん中の方に感じますね、やっぱこれ。いや、いいな。じゃあローンチコントロール…いやいやいや、違う、いやいやいや、まあ、この間ちょっと僕個人的にお休みいただいてサーキット走ってきましたけど、あーローンチは、お疲れ様、はい、やめましょうローンチ使わなくても本当にもう十分体験しました。スポーツモードで、はい、スポーツプラスですね、はい、でも なんでしょう、スポーツプラスで乗る気にならないですあんまり。ああ、そう今はいや静かで食後だからじゃなくて静かで、うん、やっぱコンフォートで乗り心地いいですもん。あそうね。ってなるとやっぱ普通にゆったりこう乗りたいなっていう、うん、だからもうやっぱこのモードにするなら僕は本当にもうクローズドコースに行きたいっていう全開で、はい、でもやっぱ動きいいですね本当に。ちょっと慣れというかガソリン車とは違いますけどいい動きしてますよね。もう全部がリニアに働く。あそうね、うん、本当にリニアっす。
もう本当加速に対してもコーナリングとかこのステアリングの応答性もこうラグが全然なくて、でも改めてそれがまあちょっと言い悪いと好き嫌いは別だなっていう、まあ僕もちょっとまだ欲しいかって言われたら、あのメインカーとしてはちょっと考えるでしょ。そうです、やっぱガソリン車がまだ恋しいです、うん、僕はどうしてもやっぱ車好きでもあるので、どうしてもやっぱ車って音ってすごい重要じゃないですか。なんでやっぱちょっとまだガソリン車から離れられないなっていう自分の時代遅れな考えもあるので、でも車はすごくいいと思います。本当予算と車の置き場所があれば、うん、新しいものとして、うん、まあ、2代目3代目っていうことで全然あり、はい、全然ありです。すごくいい車です。私も同意見です、はい、これは本当余裕があれば欲しいですね。あとちょっとやっぱり途中でも言ったけど乗り手は選ぶのかなっていう、うん、まあ、使い方だったりだとか、そうですね、外出する時もちょっと計画性がまだ必要かなと、うんうん、ただそこだけクリアすれば、まあ、全然特に今後も良くなるインフラなんかも整備されるのがもう目に見えてますから、確かに、はい、いいんじゃないかなっていう。いやめっちゃいい、静か、はい、曲がれるのか、曲がれるか余裕でしょう。 4WS で、はい、ここも結構きついですからね。ホイールベース長いですよね。でも結構ね、意外にね900ぐらいでしたっけ、うん、余裕です。あ、全然余裕、はい、いや新しい体験でしたね。新しい体験でした、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあ最後になりますけれども、はい、いやーすごかったっすね。えぐいっす、久しぶりちょっとヒヤッとっていうかドキッとしました。で、よくEV と今の現行のその内燃機関のエンジンで、はい、まあ、結構こう寂しいみたいなことを言ってますけども、やっぱり EV は EV で新しい体験ができるなと思って、うん、そうです、全然違う、また別物ですよね。個人的にどっちが好きかって言ったらまあ若干こう内燃機関の方がやっぱりこうワクワクする感じまだありますけれども、はい、やっぱりこれがスタンダードになっていけば、うん、やっぱりこう今までにない体験だったりとか、はい、乗り味だったりも全然違いますし、まあ、その先はさらに自動運転なんかも控えてますので、うん、まあ、ぜひ新しいものを、そうですね、挑戦してみたいという方、はい、まあ、決して今現状として非常に便利に乗れる状態ではないと思うんですけども、うん、まあ、条件揃う方であれば問題なく使っていただけると思いますので、はいはい、ぜひお問い合わせください、はい、というわけで今回はポルシェ Taycan Turbo S をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。